ニュースライブ正義の味方の皆さん、一般人の皆さん、こんにちは。日本人の兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日2023年7月の8日、本日ニュースライブ正義の味方を見ていて、本田美桜ちゃんが、会うと、おっしゃってくれてました。あと海原とも子さんかやす子さんか、ちょっと名前がよくわからなくなってるんですけども、そちらの方も会うとおっしゃってるんですよね。で、まあ本田美優さんの方は、まあ高校生の頃に、エコールリラに来ていたと思うんですよ。で、僕に声をかけれてた方で、まあものすごく珍しい、至近距離でね、しっかりした口調でものを、まあ話してきたことがある人間、なかなかいないんですよ。安倍さんでも、元総理であった安倍さんでも僕に声かけれなかったんですよ。ほとんどの人がそうです。で、僕は声をかけても返事ができないっていう人たちばっかりなんです。で、まあその辺、まああって、まあいろいろ話をしたりだとか、まあそういったところは期待したいところなんですけど、芸能界の仕組みと、あとその電波の仕組みとかで、みんな何が聞こえていて、どう行動して、で、誰がどういうふうにテレビに出るようになっただとか、そういうふうにつながってるのかどうかとか、まあいろんなこと話はしたいことはたくさんあります。で、本田望結ちゃん、まあさんでもどちらでもいいんですけども、まあ私のね、この髪の毛見てもらったら分かると思うんですけども、ホームページ、淡井圭介の履歴に、僕、自分の免許証の顔写真を、アップロードしてるんですけども、まあ、人間個々、顔の調子が良い時と悪い時があります。あと、髪型が変わった、変わってないで、やっぱり認識が変わってくるじゃないですか。まあ、着てる服装もそうですし。で、高校生の頃に会いに来てくれたんだと思います。で、前髪を確か眉毛ぐらいのところまで下ろしてたと思うんです。で、今と髪型違うじゃないですか。私としては黒髪で前髪を下ろしてるバージョンの方がまだ認識しやすいんですね。可能性があるとすれば。で、ただし、多分そちらから声をかけてくれなかったら、多分私は気づかないと思います。ほとんどニュースライブ正義の味方は現在見ていません。今日見たのは、3月か4月以来だったと思います。っていうのはね、スポーツの勝ち負けで、どうしても、見なくなってしまう傾向とかもありますし、他にもいろいろ用事等があって、見ないということがあります。まあそういうことです。まああの時声をかけてくれたのは、僕はモニタリングかな、本田美優ちゃんがテレビに出ていて、まあ僕はね、その高校生の女の子とデートしたことがないっていうことで現れたかもしれないし、モニタリングの件で現れてくれたかもしれない。だからそれはそこで話し合いを何もしないから、何も僕としては何のために来てくれたのかわからないんです。本当に。で、僕は恋人がいない歴、今年46年目になるかもしれませんので、何を付き合ったとするのかどうかで考えていくと、実態的にね、恋人としてお付き合いをしたっていう何かがなかったら、例えば、従業員食堂で男女で食事をした場合、それ、例えば、女性と、二人きりでね、外で食事食べたとしても、従業員食堂で食べても同じじゃないかっていう話になるんですよ。本当に。だからしっかりとした話し合いでお互い恋人になりましたとか、そういうことがなかったんだとするのであれば、やっぱり恋人じゃないと思うんです。本当に。で、だから僕の現状としてはびっくりするかもしれませんけども、今年で、46歳なんですけど、8月9日が誕生日で、恋人いない歴が46年と、
おかしな話でしょ。いろんな、まあ、それなりにね、あの綺麗な人とか、ものすごく綺麗な、まあ、要するに顔の調子がいいか悪いかになってくると思うんです。本当のことを言うと。で、まあ、結婚話をして、アナウンサーになった人たちが、10人以上いらっしゃると。で、女優関係の人たちもいましたと。スポーツ関係の人たちもいましたと。だけども、何にもないんです。これが現実です、私の。まあ、まあ、普通に、その、自宅に来てほしいんですよね。そのエコーリラに関しても、どういうふうな出現をしたかなんか、以前、その、すれ違ったというか、声をかけてくれた、そのタイミングね。それ、今までの傾向で言うと、その日テレビを見たら電波の仕組みの方法だとその日誰も多分会えてないと思うんです。ニュースライブ正義の味方は、まあ、土曜日に生放送じゃないですか。で、交通費とか宿泊費のことを考えるとその日多分エコリラとかに以前のケースだと現れると思うんです。だけどもニュースライブ正義の味方を見ないと会う会わないがわからないでしょ。っていうことは可能性ないんですよ、その方法だと。だから普通に自宅に来てほしいんです。で、裁判所でも私が二十歳ぐらいの頃に西尾ゆかりというアナウンサーがもともといまして、一応日テレの看板アナウンサーにはなりました。その後結婚等をして消えていきましたけども、まあ、今はフリーアナウンサーだと思います。何をしてるか知りません。で、私が二十歳ぐらいの頃の裁判所の法廷でちゃんとあなたたちの方から自分から電話をかけなさいと、そうじゃなかったら無理ありすぎですっていう結論出てるんです、すでに。だからコンピューターでの電波での脳へのハッキングで聞こえてる聞こえてないもありますし、まあその合う合わないのところでね、その僕は以前本田美優ちゃんが会いに来てくれた、これを思い出して本田美優ちゃんの方は番組で会うって多分言ってくれてると思うんですね。で、あと使命感も多分番組終わりの方までしっかりと真面目でいて、しっかりとそういうふうに言ってるっていうことは何かしらの使命感も感じてる、多分そういうことだと思うんです。まあ、エネルギーの残存量問題とかどこまで知ってのことかわからないんですけども、誰かが何かを始めて私とつながりを持たなかったら何にもそこから生まれないんです。だからエネルギーの残存量問題が多分解決できない可能性があると。それをそうこうこんなに年数が経過するまで、来てしまいましたと。これが現実です。ということで、もし会って話し合いをするということであれば、まあどんなことでもそうですよ。名前と住所、電話番号をお互いで交換して、で、定期的に連絡しなかったら、昔僕は何を経験させられたかっていうと、電話番号を教えてもらいましたと。で、電話番号僕の方も教えましたと。で、その頃はかけ放題とかなかったから、ね、僕は阪神・淡路大震災の被災者で仮設住宅暮らしだったから、途中で僕も言ったんです。こんなに電話何回もかけて、そう、事務所とかでね、電話切られてたら、こちら電話代がかかって、もう、どうもどうも、こうもしょうがないと、つなげてくれないしっていうことで、で、僕の自宅の方に電話をかけてきてくれた時期が、二十歳過ぎの頃、誰かが電話をかけてきてくれたことがあったんです。だけども、その人が、そういうことなら、じゃあ誰それさんに変わるわっていうことで、多分横に、その受話器の横で誰それさんがいたんだと思います。で、その誰それさんが急に電話に変わるんです。で、そんなに交代交代で、ね、一日のうちの職場で数分しか喋ったことのない人たちだらけなんです。はっきり言って、トータル的に見て、3時間以上の方いらっしゃいますかなんですよ。喋った時間の時間数で見るとトータルで覚えれるわけないじゃないですか。しかも電話かかってきてその人のことをやっと思い出したのに急に電話変わられたって、今度その次の人とフルーツラーパークで会ったことはあるのかないのか、どんな話をしたのか、それが分かんなかったら顔すらも分かんないんです。本当にそこで話が進まなくなるじゃないですか。あなた誰ですかっていう話になるんです。だから、ちゃんとしっかりと会って話し合いをして、しかもその時の話を、ね、今だったらスマートフォンとかに録音機能、録画機能があるから、それでしっかりと記録残しておかなかったら、どうせ、
数日経ったら何を話したかしっかりとした内容忘れちゃうんです。話の内容が長くなればなるほどね。要点をさあ押さえました。淡井圭介さんに来るならまず電話をかけると、アポイントね。で予定を立てる。で何時何分に来ると。で、で話し合い、まあ、大体何時間ぐらいすると。で、しっかりその時に録音録画、名前と住所、電話番号の交換をすると。これしなかったら人のつながりがみんな作れません。男性同士にしろ女性同士にしろ全員同じです。本当にこれが重要な要点です。というわけで、ニュースライブ正義の皆さん、他にも、私に会いに来て話するよっていう方いらっしゃったら、ぜひ来てください。長い間ご清聴ありがとうございました。淡井圭介よりニュースライブ正義の味方の皆さんと、本田美優さん A です。とあと要点、その髪の毛黒髪で前髪を下ろしてた頃にしてください。もう髪の毛みんなコロコロ変えただけでもただでさえみんな来るとき顔変わったりしてる人はしてるんです。安倍さんも顔変わってたんです。綺麗な時の顔じゃなくてしわしわの時で、髪型も変わって背広も着れなかった。身長も僕安倍さんの身長は180センチ以上とか頭の中入ってなかったから、背の高いなんか怖そうな人が来たなって認識しかなかったんです。こう急に目の前に車が止まっていてね、自宅のすぐ横で、で急に車から降りてきて現れたら、だから僕は暴力団とも戦ってる部分があるから、暴力団にも家バレてるんです。で不法侵入とかされてるんです。そういう状態だから精神状態がどうかちょっとご理解皆さんしてくださいっていうことです。怖い時はね、今笑顔で話してますけども全然笑い事じゃないですよ。家の鍵開ける時、中にね拳銃とかナイフとか持ってなくても体を鍛えてるだけではっきり言って脅威なんですね。ドア開けて中に誰か潜んでいたらどうしよう、あるじゃないですか。僕の立場からしたらドア開けるでしょ。そろっとそのゆっくりここの自分の部屋のドア開けてみたりとかね、台所の扉開けてみたりとか、どこの部屋にも誰もいないなっていうところを確認してから安心したりとかね、本当にそんな生活を送ってたんです。これが本当の話です。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。普通に対応してください。そうじゃないとこちらは精神的に持ちません。以上です。